まずは折り紙を四角に半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回してこちら側も三角に半分に折ります。これも開いて、この部分を開いて、この内側の折り筋に合わせてこのように折り替えます。反対側も同じように折ります。次に部分の三角を立てて、ここをこの真横に合わせてこのように折ります。反対側の三角も一度下ろしてこの部分を真横に合わせて折ります。そしてこれを一度戻して開きながら、この折り筋の部分で逆転させて折り直します。そして閉じます。こんな感じです。反対側もこの部分を立てて一度開いて折り筋を逆転させて改めて折ります。横にしてこの部分両側とも上に閉じます。次に下の三角を立てて正方形に潰します。上の三角も正方形に潰します。この上の正方形を折り鶴を折るときのようにひし形に折ります。裏返して上側の角を下に下ろします。もう一度裏返して横にしてこのひし形の中心から横の部分をだいたい1センチ幅ぐらいですがこのように折ります。折ったら戻してこの部分の紙だけ折り直します。反対側もひし形の中心から横に折り筋をつけて
戻して中の紙だけ折ります。次にこの両側の部分のこの角の部分を、小さい角なんですが、これをこのように折ります。反対側も角の部分だけ折ります。折ったらこの白い紙を外側に折り返します。次に下の正方形の角を上に向けて折ります。一度開いて戻して、ハサミを使って下の角から中心まで切り込みを入れます。そして切った先っぽを斜め下に小さく折り返します。表にして、今度はこの先っぽの部分を上に折り返します。そしてハサミで先端から切り込みを入れます。裏にして、一度斜め下に折ってから、斜め上に折り返します。両側とも同じように。こんな感じです。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。両側に楕円形の目を描くんですが、あんまりきちっとした顔を描くと雰囲気が出ないので、若干いい加減でいいです。やや離れ気味に楕円形の目を描いて、中心の下に口と牙を描きます。頭のてっぺんから亀裂のようなジグザグを描いて、下側にも描きます。両側の手の真ん中に斑点のような模様を描きます。これに色を塗っていきます。白いマーカーで目の中を塗ります。牙の部分も白く塗ります。両手の斑点を薄紫で塗ります。その周りを薄茶色で塗ります。黒いペンで線をなぞっていきます。黒目を描いて、これで矢袋の完成です。